はい、どうも皆さん、トライアングルです。というわけで今回なんですけど、まだちょっとお知らせがまだ来てない感じですね。まああれかな、29日とか、まあ8月入ってから、まあ呪術廻戦ゼロコラボとかね、まあなんか多分控えてると思うんで、まあ確定は言えないんだけど、まあかなりの確率が高いんじゃないのかなとは思ってるので、まあそこに向けてね、今多分しゃがんでる状態だと思うので、まあそちらをちょっとね楽しみにしつつ、まあまあまあ五条先生とかも来てるからね、大型な一応五条先生も来てるんで、まあちょっと待ちましょう。多分あと3日お知らせがない、もしくはまあちょっとあのね、1億ドルダウンロード、それとか600万ダウンロードが明日ぐらいに、もしかしたら来たらそのままの勢いで、まあ一気にポンポンポンって上がるかも、あのね、そのイベントが一気にっていうのパターンが結構多いですからね、ファンパレさんはね。あのハーフアニバーサリーもそうだったけどさ、なんか全然もう何もアップで来ない、何もアップで来ない、何もアップで来ない、何もアップで来ないアニバーサリーブワーみたいな感じだったからさ、まあちょっとそれに期待したいなと思います。まあ夏休みなんでね、何かしら大きなことは絶対あると思うので、はい。というちょっといきなりね、あの冒頭からなんですけど、今回ですね、私現在、これまずですね、ちょっと SSR チケット来たる、その SSR チケット入手にまあ向けましてって言ったらあれなんだけど、あのそれに向けて実はちょっと待ってね、このガシャでですね、ファンパレガシャ、こちらあるじゃないですか、はい、これで交換所でまず、630ポイントあるんですよ。これをまず SSR 確定ガチャチケット、これをもう3枚交換しておきます。もうあらかじめもうチケットに交換しておきます。これは、今後工場とかで虎取君とか、あのこういう工場落ちした時のために、さらにですよ、今回この3枚プラスまだです。今回こちらですね、ついにこちら交換したいなと思います。 SSR まず確定ガチャチケット、こちら1枚、合計4枚ですよ、4枚交換し、そしてこれ SSR キャラ確定ガチャチケット、こちらも交換と、はい、これで合計 SSR キャラチケット1枚、そして SSR 確定ガチャ4枚という恐ろしいものが手に入りました。でこれ、これ間に合わないかな、ずっと今ね領域調査やってんだけど、ちょっと間に合わなそうかな。あのぜひね、皆さんもこれ、5000枚あれば SSR チケットと SSR キャラ確定チケットもらえますので、ぜひあのこちらやっていただければなと思います。あのこの領域調査、じゃあめんどくさいよと、オートでやるのがすごいめんどくさいですっていうのもあると思うんですけど、これ領域調査ね、これ今エリア1、一番難しいとこなんですけど、このエリア1僕ねずっと放置してます、このパーティーで。まあもちろんこれじゃなくてもいい、これじゃなくても、あの最近はね、海玉玉折のキャラね、2体か1体いればもう放置で勝てます。本当にこれに関してはあのバフいらないです、バフキャラ、まあ、あのいらないです、本当にいらない。どうだろう、まあまあこれ僕はいつもこれでやってる、これでやってるけど、多分ねどうだろうな、夜鳥くんとか、幻いたどりくんとか、まあ五条先生でもいいよね。まあでも五条先生の場合は切り替えしないといけないから、できれば高五条先生とか、まあ、じゃなくてもいいよ正直。でも本当にあの周回が簡単になりましたね。あのね、この影五条先生とか夜五条先生だと7ターンで帰っちゃうから、ずっとオートができないんですよ。まあとりあえずじゃあやってみますね。これ真人サブはいらないです、サブなしでいいんですけど、まあ、ちょっとこれもう本当に今までってちょっと切り替えが必要とかだったんだけど、もうこれねずっとあの僕が押すボタンはワンクリックだけなんですよ。もうこれでいいんです。で、あの蝶々さんとかザリガニさんももう放置でいいから、やっぱりね海玉玉折の強みというか、でできればこのカモの 25% アップ、それがあるともっと周回が早いんじゃないのかなと思ってます。だからそれを、まあ、おっこつくんかなんかに入れて、まあその 25% アップ、全キャラ 25% アップを2ターンの間行うことができるので、それで基本的にもうずっとねワンターン切るか、まあちょっと長くて2ターン切るんで、蝶々さんとザニガニさんの時はちょっとね必殺技がうまくその調整すれば1ターンで倒せるんだけど、でもやっぱり僕はあくまでもこれしか押さない、もうこれとあとそのなんだろう、能力アップ選ぶじゃないですか。まあその時に基本的にナナミ選ぶんだけど、攻撃力アップの方選ぶんだけど、それを押すだけっていう、でも本当に楽ですよ。もうこれでぜひ領域調査をあの達成していただきたいというか、多分ね本当にあのいやこれ海玉玉折のキャラいっぱい持ってるからでしょって思うかもしれないですけど、じゃなくてもね、今あのグレードが12になったじゃないですか。グレード12になったおかげで海玉玉折のキャラクターじゃなくてもバフなくてもあの全然勝てるようになりました。もうダメージほとんど受けないんでね、グレードアップがちょっとあの良すぎる、もう変わりすぎ、あの12
12アップはやっぱり相当強いです。でもあとはもうこれボタンを押すだけ。だからなんか作業しながらさ、このポチって押して、あこれ試合終わったなと思ったらもう一回この2回ポチッポチッと押して、じゃあ放置して、じゃあなんか作業しとこうみたいな、それの繰り返しで本当に大丈夫なので、ちょっとあのチョウチョさんとザニガニさんとこちょっと見せたいので、このまま1回一通りでやってみましょう。でここで当時が必殺技を使います。はい、もうこれに関してはもう絶対さ、あ何も触らないので、まあでももしちょっとザニガニさんとチョウチョさんとこに時にあの本当にすぐ終わらしたいっていう人はターン4、次のターンですね、次の戦いの時にちょっと主導した方がいいと思う。まあ僕はもうあの完全にあの放置でいきたいから、あの何も触らないんだけど、ここで普通に戦うじゃん。もうそのままずっとエリア4も戦っていいです。もうこれもそのまま戦わして、でゲトウが今これ必殺技次のターン溜まるんですよ、次のターンでね。まあちょっと見てもらったら分かるんですが、ここで歯応えがありそうだ。でもうゲトウ溜まってるんですよ。だからここで一回手動にして、あれだったらね、こうしてゲトウを普通に瞬撃とかにすれば必殺技溜まります。で乙骨くんも必殺技溜まりますね。次のターン、ザニガニさんとチョウチョさん対して2人でもうあのほぼ半壊までいけるんですけど、まあここはあえてしません。はい、でこうして、まああの完全オートがいいんでね。でここで交流使っちゃう、もう大体決まってますね。だから次のチョウチョさんとザニガニさんの時にあの必殺ゲージが乙骨くんだけ溜まってる状態になるのかな。だからこれをゲトウを一番後ろにしたらいいかもしれない。あのそしたら多分当時とごさっき今の状態の時に当時と五条先生が倒してくれる。いやでもね、多分ねゲトウでその一個前のところが多分ゲトウじゃないと一撃で倒せない可能性があるんだよね。いやでもこっちの方がいいのかな、このゲトウを一番後ろにした方がいいかもしれないです。それであのそしたらゲトウスグルの必殺技と乙骨くんの必殺技が溜まった状態でこのザニガニさんとこのチョウチョさんそっちに挑める可能性があるので、で基本的にはこんな感じね。でこのままバトル開始します。でここだとまあ放置しとくんで全然なんかちょっと時間かかっちゃってもいいと思うので、でも言うてそんなにかかんないけどね。じゃあまず乙骨くんがまず必殺技打つんですが、幻ザニガニさんが半減なんですよ。だからまずチョウチョさんをこれでブレイクまで持っていきます。本当にあのなんかバフなしでブレイクまで持っていけれるんでね。でザニガニさんはほとんど食らいません。でもこのオツとかで、まああのザニガニさんの攻撃ほとんど食らわないです。あのほぼないようなもんなんで、で最初シールドあの、うん、こんな感じで3400700やってくるけどもう全然問題ないです。でこっからザニガニさんを確か集中攻撃するんじゃないかな。はい、で切り払いして、でそうこれで次ここでシールド貼ってくるじゃん。でまだチョウチョさんブレイク中で五条先生の青とゲト、うん、当時の必殺技で確か最後とどめさせるんじゃないかな。次のターンですね、この次のターンでおそらく倒せますザニガニさんも。でここで攻撃して呪霊操術4で術式をあのデバフかけてくれるのマジで嬉しいのよ。オートでやっぱりゲトはデバフをかけてくれるから本当にありがたい。さあそしてここで青でおそらく倒せると思うんだけど、倒せるよね。はい、これで撃破という感じですね。だから完全オートで、まあぜひこの SSR キャラ確定チケットとガシャ、あとでもまだそんなゲットしとかなくていいんですよ。一応ポイントだけ貯めといた方がいいとは思います。やっぱりあの工場地っていうのが、まあまだまだ来なさそうだけど、どうだろうな、まあ10月とかそんぐらいになるのかな。でこんな感じで幻影メダルとかもまああの結構もらえるんで、ぜひあの強くなるんだったらこのこれ領域調査、これはね絶対やった方がいい。毎日やらないと相当あの差が出てきてしまうので。でもやっぱり今まで僕もそうだったんだけど、やっぱりちょっと時間かかっちゃうじゃん、手動でやるのちょっと大変だしみたいな。だから本当に放置みたいな、ほぼ放置だったら多分僕もすごいできるようになったので、1回でどうだろうな、300、400ぐらい溜まるので、まああの、まあ、僕はこれも間に合わないと思うから、まあ、これはちょっと諦めるとして、あの SSR 確定チケットを、まあ SSR かキャラ確定チケット、まあこれ違うんだけど、と SSR が確定ガチャはもうあの期限ないので、だから一応ポイント、そのポイント5000ポイント分ぐらい残しといて、もし工場落ちしたらそのあのこのポイントだけ使ってこのガチャをピンポイントでゲットしておくみたいな。あの特に SSR キャラ確定は相当大きいからね、絶対キャラが出るのでぜひ。であとこういうのとかね、足りない人とかいるかもしれないので、こういうのとか、あと特にこれかな、
うん、でこれも以外でも領域調査やってると、うん、あ今ちょうどこれだね、レアでたまにこれが出るんですよ。で領域調査って前仕様が変わって、5ステージ、最後のチョウチョさんとザリガニさんとこは前報酬しょぼかったんだけど、あのかなりいい報酬になったので、まあ、かなり効率が良くなったということで、こんな感じで9個、まあ、これはねかなり重要なアイテムだと思いますので、はい、でまあこんな感じでちょっとゲットできますので、ぜひ皆さんも集めてみてはいかがでしょうか。でですね、ちょっとね明日の多分動画になると思うんですけど、今日僕ちょっと深夜の3時まで起きてとあるちょっと検証したいと思うんですよ。ちょっとぜひ明日の朝になると思うんですけど、ファンパレの動画ちょっと見ていただけるとありがたいです。なんかね、時間によってなんか当たり幅が変わるみたいな、あのねサイトにも載ってるぐらい、まあでも多分それに関してはあれかもしれないんだけど、でコメントでもちょっと DM でもいただいたので、あの今日の朝の動画の時のあの DM でいただいたんですけど、ちょっとそれをあの検証、あくまで検証、本当かなって感じだから、サブでやってみて、その通常普段のその要はゴールデンタイムの時のガシャだ、今から僕引きます。今ね15時16分なんですよで、あのその後、まあ、ゴールデンタイムといったらまあ16時ぐらいじゃん。その時からあのガシャをこの後引きます、裏で。でそれと深夜の3時から何百連か引きます。何百連、まあ500連とかできれば引きたい。で、当たり数的にはどうなのかっていうのはちょっと、まあもちろんね、そんな何千回やんないと分かんないっていうのはあると思うんだけど、まああくまで、その、本当にとんでもない差があるかもしれないから。だから微妙な差だったらさ、あれよ、その、いやこれはただの運でしょってなるから、それを超越するような数になるかもしれないんでね、よかったらちょっと今日の夜寝なければ、寝落ちしなければ、そちらやりたいと思いますので、ぜひ見ていただけると嬉しいです。はい、というわけで、じゃあ今回この辺りで終わりたいと思います。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。どうしような、3時のやつに関しては、ちゃんと引いてる当たり見せた方がいいよね。あの、なんか厳選するんじゃないのって思われそうだから。うん、わかんない。どうしようかな。でも、とんでもなく時間かかるんだな。まあいいや。とりあえず、今回この辺りで終わりたいと思います。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それじゃあ、お疲れ様でした。バイバイ。